はい、皆さんこんにちは、アニプランズです。今日なんですけれども、アガベライフを楽しんでいく上で必要となってくる、まあ、園芸資材、こちらの資材の100均で賄えるものっていうのが最近結構ありまして、そちらを今回7つほど紹介していこうかなと思います。中にはかなり便利なものもあるんで、ぜひ皆さんと共有していけたらなというふうに思っております。はい、まず最初に紹介していくのはこちら。これドレッシング入れる、まあ容器なんですけど、これ中にマグアンプを入れてるんですね。粒状の薬品だったりとか、あとは中にはもうちょっと大きい IB の力とか、まあそういうのを入れてもすごく便利かなと思います。ここに蓋があって、これを回すと3つだったり、これぐらいの大きさだったり、あとはもう完全にこう穴が開いてたりとか、大きさによって使い分けられるので、まあ、今回のこのマグアンプだったらここにセッティングしてこうやって入れれるかなっていうふうに思います。で、マグアンプに限らずとも、僕はIB の力っていうのを結構使ったりしてるんですけど、結構大きいんですね。まあこういうビニール袋に入っているので、割とこの状態からこうやって取り出したりするっていうのは結構めんどくさいんですね。なのでこういった容器に入れて、でもこうやって回してサササササってこう入れて閉じてっていう風にしてやるとすごく便利かなという風にも思うし、かなりスタイリッシュな見た目になるのがいいかなという風に感じました。まあこういうのってよく売ってるんですけど、やっぱり箱の状態だとちょっと置き場所に困ったり場所取ったりするんで、こういう感じになってるんで、もうこれを一個一個包装を全部ほどいてこの中に入れてあげると、日頃の使い勝手が良くなるかなと思いますし、収納にも便利になってくるかなと思います。で、お次に紹介するのはこちらの絵の具筆ですね。これ何に使うかっていうと、まあ、こういうのに例えば薬品の粉なんかを入れてアガベに散布した後にそれを広げるための筆として僕は使ってますね。ビーストを胴切りしてみましたって言ったと思うんですけど、その時にやっぱり胴切りをした口っていうのは傷口がこう開いてる状態なので、そこにダコニールを散布するんですね。粉状で大きい袋に入ってるので、このダコニールを例えば入れて散布してやった後にアガベの表面をサササササササッと拭いてあげる。そうするとムラなく散布できるんで、かなり便利になってくるかなと思います。5本セットで100円で売ってたんで、かなりお買い得なんですけど、小さいこういった筆っていうのは何に使うかっていうと、このアガベのまあ、ほこり取りみたいな感じで使ったりしてます。こういう歯と歯の隙間に例えば小石とかが入り込んじゃったりした時にもすぐこうやって取ることができますし、室内に置いておくと髪の毛がまとわりついたりすることが結構あるんですね。なのでそういった時にスッとこう取ってあげたりとかすると、指でこうやって取って「いて!」とか「ああ挙手折れた!」みたいな風にはなんないんで、まあ、そういった点すごく便利なものになってくるかなと思います。はい、次こちらなんですけど、これ釣り糸なんですよね。 1.55 サイズ、だいたい 0.2 ミリぐらいの細さの釣り糸なんですが、これ胴切り用に使おうかなと思ってまだ試してないんですけど買ってみました。知り合いのフォロワーさんがこれをご利用ししてて、で僕もちょっと今後使ってみようかなと思って買ってみたものになります。実際にこの大きさぐらいのこのマガンちゃんを胴切りする際だったら、これぐらいの大きさのアガベを胴切りしてる画像とかっていうのも確認済みなので、ちょっとこれ今後使ってみるのが楽しみかなっていう風に感じてます。たった100円の商品で賄えるんだと思うと、かなり画期的なものになってきたなという風に感じてます。
今後使っていくのが楽しみですね。で、次はですね、育成とはちょっと離れるんですけど、ストレッチですね。例えばメルカリとかヤフオクでアガベを出品して売れた時に、梱包として巻き付けて包装する時にめちゃくちゃ便利なアイテムになります。これAmazon で買ったやつなんで、ちょっとモデルとして紹介してるんですけど、実際またダイソーさんでだいたいこれの半分ぐらいのサイズのやつで100円で売ってたのを僕目撃したことがあります。この筒の表面っていうのをまずティッシュで包装するんですね。このラップでこの四つ角を回してやって、ティッシュがこぼれないようにしたら、この側面を巻いてやって、下も巻いてやって、上と下完全にくっついて、逆さにしても土がこぼれないような状態になってくれるんで、すんごい役に立ってくれてます。はい、どんどん行きますか。よいしょ。次紹介したいのはこちらの S 字フックとこちらの針金で、もう一個結束バンドですね。この3種類をちょっと紹介していこうかなと思います。 LED パネルを僕こうやって S 字フックに引っ掛けて4つの角をこうやって固定してるんですけど、つなぎ止めておくことで、この天井よりもちょっとアガベに近づけてパネルを下に下ろすことが可能になってきます。で、S 字フックがないってなった時に一時的にこう止めておくっていうことも針金は可能になってきますし、今回これを実際に使っているんですけれども、こっからこう伸ばすことができて、ここで実際カッターみたいにこうやって針金を切ることができるんですよね。なのでペンチとかも必要ないので、こういう形にしてこれをこうやって切ることもできます。で、まあ結束バンドに関してはもうしばらくはこの状態でも固定させるっていう風になった時に締め付けて固定することができるので、接着は強力になりますし、まあいろんなことにこう使えるかなという風には感じます。はい、次に紹介するのはこれっすね。この銀色のシート、クッキング用アルミシートなんですけど、分厚さはそんなにないタイプのものになります。で、これ保温用として使えるんで、この植物用ラックの周りにこうやって覆ってみました。下までこういう風になってます。で、これをやることでもうびっくりしたんですけど、格段に気温が違ってくるんですね。朝からライトをつけてる状態なんですけど、だいたいライトつけてない状態だと真冬の晴れた日、だいたい今日最高気温12度なんですけど、12度で室内気温っていうのがだいたい10度から15度ぐらい、この状態でだいたい23度近くあります。これはなんでかっていうと、この周りに敷き詰めたアルミシートとこれですね、こういう形でベローンと下に下げた状態にしてやると360度覆うことが可能になります。こうやってサーキュレーターで風を送ってやることで中がこもるっていうことはなくなって、通気性っていうのを保ちつつも気温っていうのはもっと上げてやることが可能になります。エアコンなんかをつけるともう28度とか下手したら30度ぐらいまで上がってる日もあるぐらいなので、もうアガベの成長にはうってつけのアイテムだと思いますね。まあ、もともと僕がこれを購入した目的っていうのは、このライトだったりパネルっていうのをこういった銀色のこのシートが反射してくれて光の数値っていうのを稼ぎたかったんですよ。ちょっとでも光がいろんな方向から当たってくれたらいいなって思って、でそういう意味を込めて
まあ多分みんなやってると思うんですね。全方向に張り巡らした結果、保温効果の方が絶大だったっていう。光も少しは稼げるような状態になってるのと、気温自体がかなり上がったっていう状況になってるんで、まあそういった2つの効果っていうのが見込めたかなというふうに感じます。で最後、実物ちょっと捨てちゃってないんですけど、シーズンではないんですけど、遮光ネットですね、ポカブだったり未発根のものには覆って使ってたんですけど、あれはセリアで買った100円の遮光ネットになります。だいたい 50% のものだったり 70% のものだったり、結構大きかったんですよね、1個買うだけで。だから屋上にあるラックの2段目の棚っていうのにネットをかぶせてやって作り込んだりもしてました。はい、そんな感じで説明していったわけなんですけれども、まあ実際に今回紹介したのって、まあ、日用品だったり調理器具だったりするんで、実際にその園芸的な面で遮光ネットとかは別として、園芸用品とかではないっていうところから、まあ皆さんが長年こうアガベを育成していく上で、まあ知恵を絞り取ってやっていった結果がこういうのにつながってきてるのかなというふうに感じました。低コストでそういった育成ができるようになってきたなっていうふうに実感しております。専門の用品っていうのはもちろんあるんですけど、低価格で実際試してみてどれだけ利便性があるのかっていうのを体験していけるっていうのは、入り口が広くなる上でかなりいいんじゃないかなというふうにも感じたので、まあそういった新たにそういうものを発見した際はまたご紹介していきたいなというふうに感じました。ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。